1575年、織田・徳川連合軍と武田軍がぶつかります。長篠・設楽原合戦です。従来は織田信長の鉄砲を用いた新戦術で、武田軍を打ち破った軍事革命と評価されてきましたが、近年の研究でその評価は改められつつあります。信長が見抜いていた武田軍の最大の弱点とは、勝利の立役者の一人、鳥居強右衛門の子孫のその後とは、今回は合戦の前哨戦となった長篠城攻防戦から設楽原合戦までの動向を最新研究の成果を踏まえながら紹介します。まずは武田勝頼軍が三河の国、現在の愛知県に侵攻する経緯から話を起こしていきましょう。1575年4月、武田勝頼は三河の国、現在の愛知県の徳川領へ侵攻を開始します。勝頼の当初の目標は、家康の三河支配の拠点岡崎城を奪い、三河の国を完全に支配下に置くことでした。岡崎城には家康の嫡男信康が入っていましたが、信康の家臣たちと武田勝頼は内通しており、勝頼を岡崎城に引き入れる算段となっていたのです。ところが信康の家臣たちの計画は寸前のところで、当時浜松城にいた家康に露見し、大岡や指導ら首謀者は処刑されました。事件の詳細やここまでの徳川家と武田家の攻防は、大岡や指導事件の真相で詳しく解説していますので、よかったら参考にしてみてください。調略が失敗に終わったことを知った武田勝頼は進路を変更し、吉田城の攻略に向かいます。勝頼は吉田城を落とすことで家康の領国を東西に分断することを狙ったのです。それを何としても阻止したい家康は、自ら浜松城から軍勢を率いて吉田城に入ります。家康本軍が城に入ったことで、吉田城は落城せず持ちこたえました。吉田城が容易に落ちないことを悟った勝頼は、攻撃目標を長篠城に変更します。長篠城は三方ヶ原の戦いの少し前に武田方に下り、武田氏の三河支配の拠点となっていました。しかし信玄の死後、家康の攻撃によって再び徳川方の城になっていたのです。勝頼からすれば、是が非でも落としたい城でした。勝頼は長篠城の周りに砦をいくつも築き、完全に包囲したのです。圧倒的な兵力差を前に、長篠城は落城寸前まで追い込まれてしまいます。そこで家康に従っていた長篠城主、奥平信政は、家康に援軍を要請することにしました。この時、使者に名乗りを上げたのが、鳥居強右衛門です。江戸時代に成立した家康の伝記にあたる三河物語によると、信政の使者となった鳥居強右衛門は岡崎城に向かい、家康の援軍に駆けつけていた織田信長と家康に対して長篠城の窮状を訴えました。強右衛門は信長と家康から、必ず援軍に向かうので今しばらく城を保持せよと言われたので、大いに喜び、周囲が止めるのも聞かずにそのまま長篠城に戻ります。ところが長篠城を取り囲む武田軍の警戒が厳重で、強右衛門は城に入ることができません。強右衛門は武田軍の増強に紛れ込もうとしますが、挙動を怪しまれ武田軍に捕まってしまうのです。囚われの身になった強右衛門は武田勝頼から、援軍は来ないと城に向かって叫べ、させればお主の命は助けてやろうと言われ、貼り付けにされた姿で城の前に立たされます。ところが強右衛門は長篠城に籠城する兵に向かって、信長は岡崎に来ている、間もなくこちらに援軍が来る、あと3日持ちこたえれば運が開けるぞと叫びました。これを聞いた武田の将兵は強右衛門を刺殺したといいます。強右衛門の命がけの呼びかけに籠城する兵は大いに奮い立ち、長篠城は最後まで武田方の手には落ちませんでした。強右衛門は長篠・設楽原合戦の勝利の立役者の一人となったのです。戦国記研究者の金子平吉によれば、強右衛門の嫡男の信明は父の功績によって百石の知行が与えられ、松平忠明の家臣になったといいます。忠明は家康の養子となり、松平を名乗りました。さらに関ヶ原の戦いでは敵方の安国寺JK を捕獲し、さらに200石加増されたといいます。その後、強右衛門の子孫は奥平松平家の重役を歴任しました。親子2代の功績で鳥居家は大出世を遂げたのです。長篠城から援軍要請を受けた織田徳川連合軍は、
1575年5月15日に岡崎城を出陣し、18日に長篠城近くの久田ヶ原に到着します。信長は極楽寺山に本陣を置き、信長の嫡男信忠は新御堂山に布陣しました。この一帯は窪地だったため、信長は武田軍に大軍が見えないように3万人をここに配置したといいます。一方、家康は高松山に布陣し、久田ヶ原の連合川を前に当てて、織田軍と共に馬防柵の設置を始めました。織田・徳川連合軍の接近を知った武田方は軍議を開きます。重臣たちは敵は大軍のため合戦は不利だと撤退を主張しますが、勝頼と側近が難色を示し、両者は激しくぶつかりました。最終的に勝頼が決戦を決断するのです。決戦前日に勝頼が駿河の国、現在の静岡県にいた重臣に宛てた書状が残っており、敵は策を失い悩み抜いているようだ、敵陣に攻めかかり信長家康の両敵どもを打ち果たすのは目前だと自信に満ちた心中が綴られています。どうする家康の時代考証平山雄氏によれば、勝頼が決戦を決断した理由について、信長家康が顔を揃えた決戦で勝利すれば武田家中での権威を確立できると考えていたと推測しています。前回のライブで紹介しましたが、武田勝頼はその出自から重臣を束ねぬ権威を欠いていました。また勝頼は織田徳川連合軍が意外にも数が少ないと誤認した可能性も指摘されています。多数の軍勢を下田郷の窪地に隠した信長の作戦が功を奏したのです。武田軍は長篠城包囲のための軍勢2000人、飛び笠山砦に2000人を置き、残り1万1000人を織田徳川連合軍と対峙させます。対する織田徳川連合軍は下田ヶ原で馬防柵を三重に構築し、3万の織田軍が左翼と中央に配置され、3000丁の鉄砲を要する3部隊を配備しました。長篠の戦いで織田軍が勝利した要因として、鉄砲を3列に並べて連続射撃をしたと言われる、いわゆる三段撃ちが有名ですが、平山氏によれば段は部隊を意味するといい、三段撃ちの三段は鉄砲隊を3部隊に配備したという意味だったのです。また当時火縄銃の弱点として連続射撃ができないというものがありましたが、長篠合戦図屏風を見てもわかるように、鉄砲隊のそばに弓隊を配備して援護したのです。一方、5000の徳川軍は右翼を任せられ、柵外に出て武田軍を挑発し、馬防柵に引き寄せる危険な任務を担いました。そして21日早朝、いよいよ長篠下田ヶ原合戦の火蓋が切られました。合戦開始と同時に武田軍の重臣クラスの主力を配備した左翼が徳川軍に猛攻を仕掛け、中央と右翼はこれを援護すべく織田軍に襲いかかります。これに対し連合軍は鉄砲を撃ち応戦しました。ところが合戦開始から2時間余りが経過した午前8時頃、勝頼は思いがけない事態に直面します。武田軍の後方の飛び笠山砦付近から煙が上がり始めるのです。実は合戦前夜の5月20日に信長は密かに家康の重臣酒井忠次の軍勢に信長の援軍4000人をつけ、本軍の後方に配備されていた武田軍への奇襲を命じていました。忠次隊は5月20日の夜に出陣し、菅沼山方面の山中に回り込み行軍します。雨の中の闇夜の参道だったため困難を極めました。それでも21日早朝に武田軍の飛び笠山砦に到着し奇襲を仕掛けたのです。突然の奇襲に武田軍は動揺し、長篠城にこもっていた奥平信政隊も武田軍を攻撃します。武田軍も前線したものの耐えきれませんでした。武田本隊の後方に配備されていた4000の部隊は昼前には全滅してしまうのです。これは信長も予想外の戦果だったといいます。この酒井忠次隊の奇襲により、武田軍は背後を塞がれ、敵に挟み撃ちされる危険性が出てきました。武田勝頼は目の前の織田徳川連合軍を撃破する以外に戦場を脱する術を失ったのです。織田徳川連合軍は鉄砲で武田軍の鋭い攻撃を何度も退けましたが、各地で馬防柵が突破され始めました。特に徳川軍側の馬防柵は三重すべての柵を武田軍に突破されてしまったといいます。しかし馬防柵を突破して敵陣に突入してもわずかな兵力しか残っていないこと、織田徳川連合軍の兵力が思いのほか多く、
次々と戦場に投入されたことから、武田軍の攻撃は次第に勢いがなくなり、午後2時ごろ残存部隊は勝頼の本陣に集まり撤退態勢に入りました。これを見た織田徳川連合軍は、武田軍が組織的な戦闘継続能力を失ったと判断し、馬防柵を出て総攻撃を仕掛けるのです。残った武田軍は決死の覚悟で勝頼を逃すために踏みとどまって戦います。この退却戦の中で、山形正景、内藤正秀、馬場信春など武田家の重臣が多数戦死しました。重臣たちの決死の踏みとどまりもあり、勝頼は戦場から離脱、両国の信濃の国に逃れました。この合戦で武田軍の戦死者は資料によって表記が異なり、1万人余りとも1000人余りとも言われますが、はっきりした人数は分かりません。しかし重臣クラスが多数撃ち取られたことから、甚大な被害だったことは間違いないでしょう。ちなみに追撃する側の方が圧倒的に有利なはずですが、長篠日記によれば、この時織田徳川連合軍も6000人の戦死者を出しているのです。戦国最強と言われた武田軍の意地と言えるのかもしれません。かつては長篠・設楽原合戦は、信長が鉄砲を大量に使った新戦術で武田の騎馬隊を打ち破った戦いと評価されてきました。ところが近年の研究により、その評価は改められつつあります。まず武田軍は戦国大名の中では比較的早い段階で鉄砲部隊を組織していたことが分かっているのです。画面をご覧ください。平山氏によれば、設楽原合戦における武田軍と織田徳川連合軍の鉄砲の装備率は、動員兵力に対し 10% だったといいます。つまり動員兵力の差がそのまま鉄砲の数に反映されたのであり、武田軍が鉄砲自体を軽んじていたわけではありません。それでは織田徳川連合軍と武田軍の違いとは何だったのでしょうか。それは鉄砲の数ではなく、弾と弾薬の数でした。武田軍は織田軍鉄砲隊に豊富に用意された弾薬に圧倒され、全く途切れることのない銃撃にさらされ敗退したのです。逆に武田軍鉄砲隊は早い段階で弾切れとなってしまったといいます。鉄砲に使われる弾は主に鉛、弾薬は硝石です。鉛は国内産もありましたが、鉄砲の登場により需要が追いつかず、東アジアや東南アジアから輸入していたといいます。硝石も輸入に頼っていました。当時貿易の中心地は九州の博多や畿内の堺でした。そしてよく知られるように、信長は堺などの経済都市を掌握して畿内の物流を抑えています。そのため畿内に入ってくる輸入品を抑えることが可能だったのです。これが信長が弾や弾薬を大量に確保できた背景でした。一方で武田家はもともと内陸の甲斐の国、現在の山梨県が本拠であり、貿易の恩恵を得ることはできていません。勝頼も銭を鉄砲玉に作り変えるように命じるなど工夫をしますが、物流を直接掌握している信長には到底及びませんでした。平山氏は長篠設楽原合戦について、新戦法対旧戦法ではなく、豊富な物流と物資を誇る西国畿内を背景にした織田と、それに乏しい東国の武田の戦い、つまり東西の激突と言えると評価しています。長篠設楽原合戦は両者の地理的な差が勝敗を分けたのです。この後武田軍は二度と三河の国に侵攻することはありませんでした。今回の主な参考文献はこちらです。すべて動画の概要欄でコメントをつけて紹介していますので、興味のある方はご覧いただければと思います。次回のライブ配信の情報はこちらです。今後も日本サロンでは大河ドラマの時代解説を中心に、最新研究の成果をできる限り分かりやすく丁寧に解説していきます。コメントは高評価、そしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。スーパーサンクスもとても励みになります。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。